名前なんだろう。さあ、けどいきなりどうしたの？せっかくだから気になることとか起こったことを記録しておこうと思って。ほら、なんかプラネティウムの建物に似ているのも気になるし。ならゆずめに聞いてみようよ。きっと知ってるはずだよ。この町の名前か。悪い、実は俺も知らないんだ。え、うずめも知らないの？女神なのに？まあ女神なのは確かなんだが、実は俺記憶がないんだ。え？記憶の最初にあるのはこの名前も知らない町の景色。唯一覚えていることは、俺がこの国の女神だってことと、あのデカブツがこの国や町をめちゃくちゃにした張本人だってことくらいなんだ。そんな、ごめんなさい、そうとは知らず。私、いいっていいって、ギアッチが気にすることじゃねえよ。別に記憶がないから困ることもないし。まあそんなわけだから力になれなくて悪いな。なあ、ネプチとギアッチってどこから来たんだ？あ、プラネテューヌだけど、もしかして帰り方を知ってるの？プラネテューヌ？ですか？あ、いや大したことじゃねえよ。ちょっとさっきの疲れが出ただけだ。で、プラネテューヌへの帰り方だよな。悪いが俺の知らないところのようだ。そうですか。ただ思い当たるとすれば、もしかしたら海の向こうにある国なのかな。海の向こうですか？ああ、行ったことはないが、俺が知らない場所といったらそこくらいだ。じゃあ私たちいつの間にか海を越えて遠くの大陸にやってきちゃったわけ？理由はわからないけど、その可能性が高いかも。それならエヌギアの電波が届かなかったり女神化できないのも納得できるね。ちなみにどうやってこの国に来たんだ？飛んできたってわけじゃなさそうだよな。それが私たちにもよくわからないんだよね。お姉ちゃんが拾ってきたゲーム機を直そうと思って試しに電源ボタンを押したら、なんだかすごい渦に引き込まれて、気がついたらこの町にいたんです。渦か。どう考えてもそいつがワープの原因だよな。そうだ、ずっと気になってたんだけどさ、ここって視野が感じられないんだけど、なんで？そりゃここには人がいないからな。そうなの？もしかしたらまだどこかにいるかもしれないけど、俺は見たことないな。そっか、だから視野が全く感じられなかったんだ。だからシェアクリスタルで女神化してたんですね。けどシェアクリスタルなんて珍しいもの、どこで手に入れたんですか？たまに落ちてるんだよ。あ、シェアクリスタルって落ちてるものなんですか？ああ。あ、ありえません。だって目には見えないシェアエネルギーを凝縮したエネルギー結晶体がシェアクリスタルなのに、それが落ちてるんですか？そうだが、何かおかしいか？シェアクリスタルの製造には莫大なシェアと、それを結晶化させる特殊な製法が必要なんです。以前犯罪神と呼ばれる敵と戦った時に、各国にいる教祖の皆さんがシェアクリスタルを作ったんですが、4つ作るのがやっとでした。なのにそれが落ちてるなんて。へえ、シェアクリスタルってそうやって作るのか。俺もなんでシェアクリスタルが落ちてるのかわからないんだよ。
そうそう、そんな感じそんな感じ。だから切らさないようにいつも持ち歩いてるんだよ。ほら、すごい、こんなにたくさんのシェアクリスタルなんて初めて見たかも。で、情けないことにこいつがないと女神化ができないから、いつも仲間たちが探してくれるんだよ。うわ、まさに崖っぷちって感じだね。仕方ないさ。それに頼れるものがあるだけマシってもんだけど、これからは安心していいよ。たとえ女神化できなくても勝利の女神の私が味方するんだから。ああ、期待してるぜ。よし、それなら相当私たちの出会いを祝ってジュースでパーってやろうよ。ネプギア、持ってくるの手伝って。本当、まさかネプッチたちが女神だったなんてな。けど、さっきの頭痛はプラネテューヌか。初めて聞いたはずなのに、何なんだこの違和感は。ねえ、ウズメ、あのでっかいののことなんだけどさ。デカブツのことか。そう、それそれ。でっかいのとかデカブツって私たちは好き勝手に呼んでるけど、名前とかないの？名前か。そういえば気には留めなかったな。なんて名前なんだろうな。正体とかもわからないんだよね。ああ、あいつが町を破壊するせいでこの国の町はもうほとんど残ってないんだ。それにあいつに破壊された場所は土地ごと町が消滅しちまうんだ。そのせいでこの国は次第に暮らせる場所が減っているんだよ。何それ、めっちゃヤバいじゃん。それだけじゃねえ。俺が実際に見たわけじゃないんだが、他の国を滅ぼしたのも合わせて全部で4体いるらしい。4体も？もしかして私たちものすごくヤバい場所に来ちゃったのかも。たた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 た、大変だよネプギア。プリンがどこにも見当たらない。生ものだしないのは仕方ないよ。プリン、材料があれば後で作ってあげるから、今はちょっとだけ我慢しようね。やだー、ネプギア大好き。ちょっとお姉ちゃん、こんなところで抱きつくなんて恥ずかしいよ。なあ、さっきからずっと思ってたんだが、ネプッチがギアッチの姉ちゃんなんだよな。そうだよ、何を隠そう、私がお姉ちゃんなのだ。かよ、どう見ても逆にしか思えないんだが。よく言われます、お姉ちゃんこんな性格だし私の方が大きいので、生まれてくる順番が逆だとかもういろいろと。けど普段はこんな感じでも、いざという時はとっても頼りがいがあってかっこいいんですよ。世の中には不思議な姉妹もいるんだな。なんとなくここが海の向こうの大陸だってことは分かったんだけど、どうやって帰ればいいんだろう。やっぱり船じゃないかな、今の私たちじゃ飛べないし。となるとまずは船探しからだね。まるで名作 RPG の第一作目みたいで燃える展開だね。突然いなくなってイーサンさんたち心配してるかな。早く帰る方法を見つけないと。けどさ、このまま帰っちゃっていいのかな。どういうこと。ウズメだよ、ウズメ。記憶もないのに一人でずっと戦ってるんだよ。帰るにしてもウズメ
めの手伝いをしてからじゃダメかな。そんな気遣いは無用だぜ、ネプッチ。あ、うずめ。それってどういう意味なの？帰れる場所があるならさっさと帰った方がいいぜ。けど、さっきはさ、初めて自分以外の人間、さて女神の俺が言うのもなんか変だな。まあ自分以外の人と話ができて、それで一緒に戦ってくれるって言うから、つい浮かれてしまったんだ。だがな、元は俺とあいつの喧嘩だ。関係のないお前らがわざわざ危険なことに首を突っ込むことはないさ。俺の国のことは俺が何とかする。女神として絶対にだ。でも下からには放っておけないよ。だってここにはうずめしかいないんでしょ。ずっと一人で戦っているなんて、そんなの悲しすぎるよ。別に悲しくなんてないさ。それが俺にとっての当たり前だからな。あの、一人で戦っているって他に女神はいないんですか？ああ、ここにいる女神は俺だけだ。じゃあ女神じゃなくても一緒に戦ってくれる人はいないの？残念ながら俺以外に戦えそうな奴はいないんだ。じゃあなおさら私たちに手伝わせてよ。一人より二人、二人より三人だよ。お前らが戦えることはさっきのでよくわかった。だが無関係なお前らを巻き込むなんて、そんなのカッコ悪くてできるわけないだろ。無関係なんかじゃないよ。だって私たち友達だもん。友達が大変な状況なのに知らん顔して帰れないよ。友達か。で、別に俺はお前らのことなんて、どっちだなんて思ってねっての。ツンデレ一丁いただきました。あ、そうだ、うずめさん、一つ提案があるんですけど聞いてくれませんか？提案？私たちが帰るまでの間、うずめさんを手伝わせてください。はあ？帰るまでって、だからそれは危ないからさっさと帰れって言ってんだろ。ここなんです。全く見知らぬ土地をさまようことこそ危ないと思いませんか？どこに船があるかわからないし、それにさっき戦った大きいのだっていつどこに現れるのかもわからない。それにもし狙われでもしたら、私とお姉ちゃんだけじゃ対処できないと思うんです。何が言いたい？知り合ったのも何かの縁ですし、協力し合いませんか？なるほどな。俺はお前らの帰る方法を探すのを手伝い、その間お前らは俺と一緒に戦う。おお、さすがネプギア、一石二鳥のナイスアイデアだよ。しゃあない、どうせ言っても聞かないだろうし。ここはギアッチの提案通り協力し合おうぜ。ただし、帰る手段が見つかったら、しのごの言わず、速攻で返すからな。はい。ここでもないかな。どうしたの、お姉ちゃん。さっきから、いろんな部屋を覗いてるみたいだけど。さっきの戦闘で汚れちゃったから、お風呂に入るかシャワーを浴びたいんだけど、どこにもなくてさ。そういえば私も結構汗かいちゃったし、お風呂に入れるなら入りたいかも。ちょっと汗臭いかも。クンクン。別にギアッチは汗臭くないぞ。へい、いや、汗臭いかもって言ってたから試しに匂いを嗅いでやっただけだわ。けど安心しろ、汗臭いどころかシャンプーのいい匂いしかしないぞ。本当ですか？
逃げも隠れもするが、嘘だけはつかないのが俺だ。よかった。ウズメがネプギアのフラグを建築しているけん、まさかネプギアが異性じゃなくて同性に攻略されるだなんて。お姉ちゃん、なんだかネプギアの将来が不安になってきたよ。お姉ちゃん、変なこと言わないで。だってネプギアったら頬をあからめて、しかも上目遣いだったんだよ。それなら疑われても仕方ないよ。だからそれは恥ずかしかったからで。相変わらずネプッチとギアッチは面白いな。もうオズメさんのせいでもあるんですよ。悪い悪い。そういえばウズメはどうしてここに？私たちに何か用？ああ、風呂かシャワーを探してるんだろ。さすがに風呂はないが、シャワー代わりならあるから教えてやろうと思ってさ。あるぞ！ついてきな。案内してやるよ。身につく知恵ってもんだ。せっかくだし、ウズメも一緒にシャワー浴びようよ。冷たくて気持ちいいよ。ああ、俺はパス。なんで？まさか外で裸になるのが恥ずかしいとかないよね？いや、それに関しては慣れてるから抵抗はないんだが。あ、その、なんだ、なんて言うんだ、その…わかった！人前で裸になるのが恥ずかしいんでしょ！バカ！そんなわけないだろ！図星みたいだね。図星じゃねえよ！断じて今まで一人だったから他人に自分の裸を見せるのが恥ずかしいとか、そんなんじゃないからな！全部自分で言っちゃった。あ、そうだ、私ウズメのかっこいい裸が見たいな。かっこよく服をバッサーと脱いで、かっこよくショーをバッシャーって浴びる男前のウズメを見てみたいな。誰もいないハイビルの屋上で裸でシャワーを浴びてたらワイルドでかっこいいと思うんだけどな。お姉ちゃん、さすがにそれは仕方ねえな。ネプッチがそこまで言うなら見せてやってもいいぜ。嘘、ウズメさん脱いちゃうんですか？おお、ウズメ男前、かっこいいぞ。ヒュヒュ、やだ、マジ恥ずかしいぜ。え、ウズメさん今なんて？別に何でもねえよ。このくらい恥ずかしくもなんともないぜ。それどころか開放感的で気持ちいいぜ。なんか焼け気味になってる。でもなんでお姉ちゃんはウズメさんを脱がすことができたの？確証はなかったんだけど、初めて出会った時からかっこいいことにこだわってたからかな。やっぱ煽ってみるもんだね。大正解だよ。言われてみれば確かにそうかも。てかギアッチは入らないのか？そうだよ、ネプギアも着ないよ。いい感じに冷えてて気持ちいいよ。でもその外で裸になるなんて恥ずかしいよ。お前はそっちか。何言ってるのさ、ネプギア。女同士だから別に見られたって困らないでしょ。それにこんな街中で裸になるなんてめったにできない経験だと思うな。そんな経験はできなくてもいいかも。よしネプチ、こうなりゃギアッチを脱がせるぞ。一人だけ恥ずかしがっ
って脱がないなんて絶対許さないからな。やだー。あの、いやこんなの恥ずかしすぎるよ。誰も見てないよね。大丈夫だ、ここには俺ら以外誰もいない。よかったにしてもみんなでこうしてシャワーを浴びるのも楽しいもんだな。ずっと一人だったせいか余計楽しく感じるよ。じゃあさ、せっかくこうして出会えたんだし、娘がしたことのない楽しいこといっぱいしようよ。お風呂で背中流しっこしたり、一緒にご飯食べたり、一緒にいろんな楽しいこといっぱいしよう。そうだね、私も娘さんと一緒に楽しいこといっぱいしたいな。ねプッチ、ギアッチ、じゃあ早速ウズメとネプギアの発育チェック開始。ネプッチ、ひゅいー、そこは触っちゃダメでしたが、公的機関や協会のサーバーはまだ生きてるものもあるみたいですよ。地図データもそこで見つけたんです。それ以外のデータはほとんど壊れていましたけど。そうだ、発揮じゃなくて調べていて見つけたんですけど、この BBS 掲示板ってうずめさんのですか？今ハッキングって聞こえたような。そう
気のせいじゃないかな。で、掲示板ってのはどれだ？これのドリーム BBS っていう掲示板です。スレッドはほとんどが安否確認や生存報告に雑談用ばかりですね。見た感じ、フリーハイフのスタイルシートをそのまま使っているんでしょうか。ちょっと懐かしいかも。どれどれ、生きてるやつ挙手。のしのしのし、ウリシボンヌ、生きてるじゃねえか。カスガ、なんだろう、このネットが普及し始めた頃の懐かしい感じの空気の掲示板は。せっかくだから私も書き込んでみよう。っと、ああ、それか。それならだいぶ前に俺が立ち上げたやつだ。と言ってもパスワードを忘れたせいでまともに管理なんかできてないんだけどな。レプギア通信だよ。あ、この音は私のじゃないよ。この音は俺のだ。娘さんの腕のあれって確か。娘か、どうやら無事のようだな。デカブツを倒すまでやられるわけにはいかねえからな。で、どうしたんだこんな朝早くに。俺たちが粉々に避難していることは覚えているか。うん。そこに住むヒヨコムシたちがシェアクリスタルを見つけたらしいんだ。本当か？焦るな、見間違いということもある。俺はこれからそこに行って確認してこようと思う。すまないな、助かるよ。気にするな。それじゃあまた何かあったら連絡する。ねえ、うずめ、今の人って昨日も通信で話してた人だよね。そういえばネプッチたちにはまだ紹介してなかったな。もうすぐ戻ってくるだろうからその時に紹介するな。さて、それじゃあ俺はちょっくら町を見回ってくるわ。見回るって何をするの？デカブツがいないとはいえまだ凶暴なモンスターがはびこってるからな。避難した連中が戻ってきてもいいように目立つやつを倒しておくのさ。それなら私もウズメと一緒に見回りに行こっかな。特にすることもないし。ギアッチはどうする？じゃあ私も行きます。もしかしたら何か発見があるかもしれませんし。それじゃ3人で出発だな。おですよね。よく知ってるな。どうだ、スケルトンボディでかっこいいだろう。はい、かっこいいです。ん、待てよ、なんでギアッチがこれを知ってるんだ？私たちの国でも一昔前に流行ってたんです。と言っても今は製造していないので私も実物を見るのは初めてなんですが。へー、まさかギアッチの国にもこいつがあったとはな。けど女の子なのによくこんなの知ってるな。もしかしてギアッチは機械とか好きなのか？はい、大好物です。大好きじゃなくて大好物か。よっぽど好きなんだな。なら貸してやるから
好きなだけ見ろよ。いいんですか？特別だぞ。こいつは俺の宝物だから。本当なら誰にも触らせないんだが、ギアッチはこいつの良さを分かってるみたいだからな。ほらよ。わあ、ありがとうございます。これってゲームのセーブデータを保存できたり、ミニゲームも遊べるんですよね。それだけじゃないぜ。その名の通りラジオも聞けるし、短距離だが無線通話も可能だ。あと有線でネットができる端末につなげば、外でもこいつでネットが楽しめる優れものなんだ。すごい、すごいですよ、うずめさん。いいなぁ。これ、どこかにまだ残ってたりしないんですか？特に見かけたことはないなぁ。けど、もし見つけたら、ギアッチに教えるよ。やっぱこういうのは、価値のわかるやつが持たないとな。俺の番だな。出せよな。じゃ
番だな。任せてください。わからないぜ。案外海男と一緒にいたやつがかろうじて逃げ延びているんだよ。それで俺らを呼びに行こうとしていたところ、ここで偶然俺らと鉢合わせるわけだ。それでお互い超偶然っていうか、向こうもうずめも信じらんないって感じでさ。それであっという間に海男のいる場所に案内してくれて、海をいじめる悪いモンスターをぶっ倒しちゃうってわけ。それで海をも助けて、シェアクリスタルも見つけて、めっちゃラッキーってみたいな。ポカーン。と、まあもしかしたら偶然案内してくれるやつが現れるかもしれないって。いや、今うずめがうずめっぽくなくて。気のせいじゃないか。いやいやいや、気のせいじゃないって。だって今急に女の子っぽいというか、ギャルっぽくなったよね。それも一昔前の。自分のことも俺じゃなくてうずめって言ってましたよ。空耳だって。それともここには現実でも操るモンスターがいるのかな。うずめさん、うずめさん、本当に来たー。よし、ナイスタイミングだ、ひよこむし。ナイスタイミング。あ、いや、それはこっちの話だ。それよりもどうしたんだ、そんなに慌てて。もしかして海男のことか。
それで偶然奥でシェアクリスタルみたいなものを見つけたので海尾さんに確認してもらっていたんです。けどその最中にいきなり見たこともない大きなモンスターがやってきて、海尾さん無事でいてほしいです。事情は分かった。それでそのシェアクリスタルは本物だったのか。もちろんなのです。モンスターに壊されないように今は海尾さんが持っているのです。なら早いとこ助けてやんねえとな。いろんなところで群れを作って暮らしてるんだ。群れ同士のネットワークもあってよくシェアクリスタル探しを手伝ってくれてるんだ。その代わりに
ちつもたれつ、素敵な関係だね。けど私、ひよこ虫を見てたらお腹が減ってきたかも。なんでだ？まさかとは思うが、ネプッチの国ではひよこ虫が主食なのか？違うって。さすがにそれはないない。私は食べたことないんだけど、ひよこ虫って油でカラッと揚げて食べるとエビフライに似てるって言われてるんだよね。僕は食べても美味しくないのです。娘さん、助けてほしいのです。エビフライか、そういえば食ったことないな。なあお前、本当にエビフライみたいな味がするのか？誰か助けてほしいのです。ジェルビー、お昼ご飯を食べてないせいか、空腹のあまりエビフライに見えてきたかも。ねえ、エビフライって呼んでもいい？エビフライなのです。おお、いいな、エビフライ、個性的でいい名前だと思うぞ。もうダメだよ、二人とも。ほら、こんなに怯えさせちゃって。悪い悪い、ついノリで。僕のこと食べない？食べない食べないって。だから、ウミオのところへの案内頼むな。終わらせる。よし、かっこよく決めた。
イツにしようか。ふざけるなー。内装損傷。よし、私の番ですね。ターゲット確認。ターゲット確認。かすった。何にしようかな。警護。お願い。獅子粉塵。10年早いんだよ。どうだ、かっこよかっただろ。
の番だな。だってよな。ほんでいきます。これなら私にもできた。でき。やる。これ。ありがとうな。待ってました。ゲット。獅子奮陣。データはこれだけか。けどこの記録を書いたのこの間見つけたのと同じ人かな。おいギアッチ、何してんだ。先に行くぞ。あ、ごめんなさい、今行きます。Thank you.
だろう。おお、なんかヒヨコムシがいっぱいいる。すごい、30匹はいるね。私こんなにたくさんのヒヨコムシ見たの初めてかも。お待たせなのです。ウミオさんとモンスターはどこにいるんですか？ウミオさんならモンスターを引きつけて向こうに行ったよ。早く行って助けてあげて、じゃないと食べられちゃうよ。お前らも危ないのにわざわざここに残ってくれてたのか。サンキューな。気をつけてください。とっても強そうなのがいるんです。それなら心配はいらねえ。こっちには助っ人が2人もいるんだ。そうだよ、私とネプギアがいるんだもん。モンスターの1匹や2匹任せてよ。はい、任せてください。そういうことだ。肩がついたら呼びに来るから安全なところに隠れてな。うわ、何ここ、いかにもなモンスターがいっぱいいるよ。こいつらが海を襲ったモンスターか。どんな奴らかと思えば雑魚ばっかじゃねえか。うずめさん倒せる？答えるまでもねえ。行くぞ、レプチ、ギアッチ。ドイツにしようか。邪魔だ。レベルアップだ。
し、これで心置きなく海代さんを探せるね。けどさ、海代ってどんな人なんだろう。声から予想するに渋くてイケメンなおじさまじゃないかな。海代、無事か。すまない、心配と苦労をかけた。このくらいのこと気にするなって。それにお前に紹介したい人もいるしな。紹介したい人かよ。ネプチ、ディアッチ、改めて紹介する。こっちに来てくれ。こいつが海王だ。人面魚、しかもラガオ。声と見た目のギャップがすごいかも。うずめの紹介したい人というのは君たちか。まずは助けてくれたことに礼を言わせてくれ。ありがとう、感謝する。この見た目なのにセリフも声が渋くてかっこよすぎだよ。どうだ、かわいいだろ。かわいい。そうそう、なんかゆるいマスコットキャラみたいで超かわいいと思わない？携帯のストラップとかにすればうずめ絶対流行ると思うんだ。ネプディア、かわいいと思う？全然。うずめ、口調口調。まあ、なんだ、つまりそういうことだ。しかし、うずめ以外の人は初めてだな。てっきり全滅したと思っていたよ。初めて？全滅？うん。どうやらそちらのお嬢様方はまだここの状況を飲み込めていないようだ。奴が戻ってくる前にどこか安全なところに移動しよう。話はそこでだ。奴って誰だ？どうやら感づかれて戻ってきたようだ。あの時仕留め損なったやつじゃないか。どうしてここに？多分ですけど、私たちから逃げてこの町に来たんじゃないでしょうか。なるほどな。てめえの爪の甘さで海代に迷惑をかけるなんざ情けねえ話だ。うずめ、相手は手負いだ。やれるな。当然だ。倒しちゃうんだから。ぐるぐる。
いてくれたおかげで超楽勝だったよ。おい、これで今度からは心置きなくデカブツとタイマンを張れるぜ。うずめさんたちありがとうなのです。あいつが来た時はどうなるかと思ったよ。うずめさんにはなんてお礼を言ったらいいか。だから気にすんなって。お前らだってシェアクリスタルを見つけてくれたんだしさ。うずめ、これをここのひよこ虫たちが見つけてくれたものだ。ありがとな、みんな。では一度戻ろうか。みんな疲れているだろう。乾杯と言いたいところだが、なぜ焼き魚パーティーなんだ。なんでって、そりゃ手頃な食材がこれしかなかったからだろ。いや、釣りだめといてよかったぜ。うずめが言いたいことはわかる。そしてここで一番手頃な食材が魚だということもわかる。しかしこれではともぐいではないか。それも川魚など。ああそうか、悪い悪い。娘もこうして謝ってることだし、許してあげなよ。後で私がオキアミあげるからさ。オキアミか、それならいただこうか。ごめんなさい、海尾さん、せっかくのお祝いなのに凝ったものが用意できなくて。簡単なお菓子とかなら作れるんですけど、ご飯となると作ったことがなくて。ギアッチが気にすることではないさ。その気持ちだけで俺は十分だよ。ところでお二人はいつも何を食べているんですか。やっぱり缶詰とか携帯食料ですか。そういう日もあるけど、普段はうずめがありものの素材で作ってくれるのさ。といっても取れた素材に火を通しただけの簡単なものだけどね。おお、まさにサバイバル生活ってやつだね。じゃあイナゴとかヘビとかカエルも食べたりするの。すげえ、ネプチ、それはさすがにないって。カエルとかキモすぎ。うずめ口調。さすがにそんなゲテモノは俺でも無理だな。でもそういうゲテモノを豪快に食べるのってかっこいいと思うな。かっこいい。ネプチ、今かっこいいって言ったか。あれ、かっこいいに目を輝かせる娘さん、ちょっとかわいいかも。うん、いったいった。そうか、食えるようになるとかっこいいのか。なら今度挑戦してみるか。って騙されちゃダメですよ、うずめさん。お姉ちゃんも変なこと言ってうずめさんを乗らせちゃダメだってば。ごめんごめん、つい。そうだうずめ、ひよこ虫たちから今回のお礼だとこんなものをもらったのだが、どうだい。え、しいたけじゃねえか。串に通して炙って食べると美味しく、そしてそれを豪快に食べる姿はかっこいいと思うよ。ダメだダメだ、椎茸ばっかりはなんて言われようが絶対ダメだ。まったく、相変わらず君の椎茸嫌いには困ったものだ。お爪さんって椎茸がダメなんですか。あの食感と舌触りだけはどうしてもダメでな。煮ても焼いても美味しく、
そして干せば出汁も取れる便利な食材だというのに。だとしても椎茸だけは絶対ダメだ。さてお腹も膨れてきたところで、そろそろ二人にこの町、いやこの国の状況を説明しようではないか。助けてくれた例もある。君たちが望む情報を教えるため、君たちがなぜこの町にいるのかを教えてくれないか。っていうわけで困ってるんだ。なるほど、だいたい君たちの境遇は理解した。別の大陸から来た、実は地下に国があってそこから出てきた、もしくは全て彼女たちの妄想か。いくつか仮説は立てられるが、おそらく一番可能性として高いのが別の次元から来ただと俺は思う。また別の次元に来ちゃったのかもしれないのか。またということは、ネプッチはこれまでにも別の次元に行ったことがあるようだね。うん、ちょっと前に行ってきたばかりなんだ。いや、その時は元の次元に帰るために苦労したよ。時間の流れが緩やかなせいで何年も向こうにいたからね。なら、ほぼ確定だろう。じゃあ、どうやって帰ろう。別の次元にいるんじゃ、イーサンさんとも連絡が取れないし。落ち込む必要なんかないよ、ネプギア。ここがどこか分かっただけでもいいじゃん。場所が分かったなら、あとはそれに合った方法を探せばいいだけだよ。けど、どうやって探そう。ウミオさん、本当にモンスター以外の人は誰もいないんですか。遠くに避難しているとか。そういえば、他の国の女神様はいないんですか。すまないが、俺が知る限り女神はウズメだけだ。けど前は人がいたんですよね。ネットにはその痕跡がありましたよ。ああ、確かに昔はいたんだ。でなければ俺が君たちを人間だとは思わないさ。だが俺が生まれた時にはすでに世界はこんなありさまでね。だから君たちを見た時はとても驚いたんだよ。じゃあどうして世界がこんな風になったのか誰も知らないんですか。ウズメはデカ物が原因だと言っているが、それ以外にも原因があると俺は思っている。それならこれを見てください。壊れてますけど、ネットで見つけたんです。これは日誌のようだね。ところどころ文字がバグっているが、実に興味深い。ウミオさん、私この世界のこと調べようと思うんです。なら微力ながら俺も力を貸そう。もしかしたらこの世界を救う新しい発見があるかもしれない。ありがとうございます。ところで、先ほどからウズメが静かなようだ。どうやら眠っているようだ。疲れている上にお腹も膨れれば眠くもなるか。二人とも疲れているのに付き合わせてしまってすまないね。いえ、気にしないでください。そういえば、ウミオにウズメのことで聞きたいことがあるんだけどさ。ウズメってたまに性格とか口調が変わるよね。あれってなんで。あの子は無理をしている。無理。元は女神カゴのような明るい性格の女の子だったんだよ。性格は軽くても根は真面目な子だったからね。それではこの滅びに向かう世界で暮らす俺たちの心の拠り所になれないと思ったのだろう。このサバイバル生活や戦闘の中で性格も口調も徐々に変わっていったんだ。娘さんにそんな過去が。だからかっこいいのにこだわってたんだね。彼女の中ではかっこいいイコール頼りがいがあると思っているところがあるからね。でも人の性格っていうのは簡単に変えることができないからね。もともと夢見がちで妄想癖のある子だったせいか、
そういう時によく巣に戻るんだ。確かにそういう時に限って性格特徴が変わってましたね。さて、今日はもう遅い。これからのことは明日起きてから話そう。君たちも疲れているだろうから今日は休みたい。そうですね、戦ったせいか疲れちゃったかも。それではおやすみなさい、スミオさん。おやすみ、また明日ね。ああ、おやすみ。いい夢を見るんだみたいだが、どうかしたのか？いや、相変わらずネプッチは賑やかだね。あ、うずめさんに、海尾さん、それがちょっと困ったことに。ネプッチとギアッチのどちらがお姉さんかわからないな。けどネプッチの影響か、俺もプリンを食べたくなってきたな。でしょでしょ、娘もプリン食べたいよね。カラメルソースがかかった冷たく冷えたカスタードプリンのほろ苦いうまさ。一日食べないだけで海洋性な私はセンチメンタリズムを感じちゃうよ。プリンか。けど抹茶プリンやチョコレートプリンもめっちゃいいよね。案外そこの百貨店が入ってたビルの食品売り場に材料とか残ってないかな。プリンの元があればさらに超ラッキーみたいな。残ってたら薄め、久しぶりにスイーツ作ってねえよな。けど問題は材料だよな。確か牛乳と卵が必要なんだよな。世界がこんなありそまじゃどっちもなさそうだね。あ、いや卵ならあるかもしれねえ。
待ってくれ、二人とも。ここはまず落ち着いてほしい。俺はどう見てもオスだ。お腹をさばいても君たちの望むものは何も出てこないぞ。ち、なんだ。今日ほど俺をオスに産んでくれた両親に感謝したことはないよ。海代さんも苦労してるんですね。よし、ネプチ、もしかしたら材料が残ってるかもしれねえ。探しに行こうぜ。そうだよね、少しでも可能性があるなら探すべきだよね。言ったね。言っちゃいましたね。いくらなんでも都合が良すぎるような。けど食べられる材料があるならこの際何でもいいじゃありませんか。じゃあ早速プリン作ろうぜ、リアッチ。はい。じゃあ私はそれまで海代と遊んでよっかな。そういえばネプッチとは二人でゆっくり話したことがなかったね。この木に親睦を深めるのも悪くはない。すまないね、プッチ。どうやら仲間からの連絡のようだ。少し席を外させてもらうよ。行っちゃった。プリンできるまで退屈だな。まあ、いっか。空腹は最大の調味料っていうし、適当にお散歩してばよっと。シャレ込もうか。いやー、食べた食べた。やっぱり一日に一つはプリン食べなきゃ始まらないよね。ネプッチは本当にプリンが好きなんだな。海代さんの入れたお茶とっても美味しかったです。これってなんていうお茶なんですか。俺のオリジナルのブレンドさ。あくまで趣味として作ったものだが、気に入ってくれたのなら茶葉を分けてあげよう。本当ですか？ありがとうございます。海代って見た目以外は本当にイケメンなんだね。あ、見た目も
十分イケメンだと思うけど。そうだった、娘はそういうセンスだったんだ。さて、お茶会も落ち着いたところで少し今後の作戦会議をしたいのだが、どうだろうか。俺は構わないぜ。私も大丈夫だよ。プリンを食べてお腹もモチベーションもマックスだよ。では早速だが、先ほどシェアクリスタルがありそうな場所を見つけたとの連絡を受けたんだ。今までの戦いでだいぶ消費したからな、ストックが増える分には願ったりだ。しかもだ、その場所にはたくさんのシェアクリスタルが眠っていると推測できるらしい。それならあの作戦もできるかもしれないな。ああ、鍵となる企画のシェアクリスタルさえ揃えばこちらの準備は整う。となればようやくこっちから打って出れるぜ。ねえ、二人が言ってるあの作戦って何のこと？私とネプギアにも分かるように教えてくれると嬉しいな。ああ、そうだったな。悪い悪い。一言で言えば、君たちも見たあのデカ物を倒すための作戦さ。ネプ、あのでっかいのを倒せるの？何度もあいつと戦ってくうちに分かったんだ。あいつはシェアの力に弱いってな。しかし奴はその巨大さゆえに一点にシェアの力をぶつけても効果はあまりない。だから大量のシェアクリスタルを使った特殊な結界を作って閉じ込めようとしているんだ。おお、なんかすごい作戦。それならでっかくても一コロだね。そういうこった。だから早速シェアクリスタルを回収しに行こうぜ。シェアクリスタルがあるのか。この国にもまだこんなに綺麗なところが残ってたんですね。シェアクリスタルがある場所だけだけどね。それってどういうこと？この国、いやこの世界の土地はもうほとんど死んでいるのさ。土地が失われるということは女神が国を守護する力がほとんどない証拠なのだと俺は考えている。そもそもゲーム業界の国というのは守護女神ありきで存在しているのだが。それは私たちの国も同じだね。私がいないとプラネテューノは始まらないもんね。しかし文献に残っていた情報によると、その女神の力の源は人々の信仰心だったという。人間のいないこの世界ではもはや女神は本来の力は発揮できないだろう。そして各地に眠っているシェアクリスタルは過去に存在していた人々の信仰心の結晶なのかもしれない。女神と国民は互いに持ちつ持たれつの関係で国を作っているんですよね。前に冒険した別の次元のゲーム業界でもそうでした。じゃあゲーム業界って場所はどこも一緒なんだね。私的には分かりやすくていいと思う。なら説明がしやすくて助かる。最近の調査で分かった。この世界にはこの国しか存在しない。山や海の向こうには文字通り何もないんだ。やっぱりそうなのか。嘘！それじゃあ冗談抜きにリアル世紀末状態？世紀末という言葉が可愛く聞こえるほどだけどね。話を戻すよ。しかし女神であるウズメがいるにもかかわらず、緩やかにだがこの国も
大地もろとも滅びようとしている。それはなぜかわかるかい？いえ。シェアの供給をシェアクリスタルに依存しているウズメでは、世界に女神として認められていないのではないかと予想しているんだ。そんな。女神のいないこの世界はすでにゲーム業界ではないのかもしれない。そんな世界最後の国であるこの国が滅びると、この世界はどうなると思う？なくなっちゃいますよね。そんな元ゲーム業界にあえて名前を付けるのであれば、ゼロ次元だ。だけど俺は絶対諦めねえ。世界に認められてなかろうが、現にあいつらは俺を女神として慕ってくれてるんだ。最後まであがくさ。話を戻すが、この場所が自然豊かな理由、それはこの森全体がシェアクリスタルの影響を受けていて、まだ死んでいないからさ。だからこの世界ではシェアクリスタルが眠っている場所イコール自然の豊かな場所となるわけさ。で、付け加えるなら、ここはでかい森だろう。つまりそれだけ強い力を持ったシェアクリスタルがあるってことさ。じゃあここのシェアクリスタルを持っていったら、この森枯れちゃうの？そうなるね。けどこういう場所は貴重だからね、全部は持っていかないようにしている。よかった。それなら今度お花見に来れるね。お姉ちゃん、神尾さんが重い話してたのにそんなこと考えてたんだ。分かってないな、ネプギアは。こういう切羽詰まった状況だからこそ、お花見みたいな日常的な娯楽が大事なんだよ。そうだな、デカブツを片付けたら祝勝会も兼ねて花見に来るのも悪くないな。じゃあその時はまたヒヨコムシとか他の仲間も連れてきて、みんなでパーッとやろうよ。それいいかも。じゃあ私、今日みたいにたくさんプリン作りますね。なら俺も作るの手伝うぜ。もっといろんな味を食べてみたいしな。俺の番だな。ふざけるな！
手間をかけさせやがって。どうだ、かっこよかっただろ。久しぶりぬら。おお、ヌラリンじゃないか。久しぶりだな。あれ、もしかしてこのスライムもウズメのお知り合い？ああ、こいつも俺の仲間だ。名前はヌラリンって言って、こう見えてスライム族の若旦那なんだぜ。へえ、スライムも見た目によらないんだね。ほらヌラリン、こっちおいで。おお、よしよし、かわいいやつね。ぬらららら、この子意外とテクニシャンぬら。で、どうしてお前がこんなところにいるんだ？ここを見つけたの僕らなんだぬら。やっとうずめの役に立てたぬら。そうか、ここを見つけてくれたのはお前らだったのか。サンキューな。娘さん、本当モンスターたちに好かれてるんですね。俺は別に何もしてねえよ。こいつらが勝手に懐いてくるだけさ。今僕の仲間がクリスタルを探しているんだヌラ。なら俺らも探しに行こうぜ。こいつらばかりに苦労はさせられねえ。こういう時くらい頼ってほしいヌラ。ウズメはもう少し女神らしくどっしり構えているヌラ。そう言われてもな、そういうのは俺の柄じゃないんだよな。わかるわかる、ウズメって私と一緒でじっとしてられないタイプだよね。まあそういうことだから俺も一緒に探すよ。俺たちは向こうを探してみるから、もしそっちで見つけたら呼びに来てくれ。わかったヌラ。さて、俺らも行くか。ほう。死ぬなんて卑怯だぞ。 Here we go! Here we go! OK! OK! やるじゃねえか。俺が全部終わらせる。フーク、邪魔だ。私の番ですね。ねえ、お願い、倒れて。オーケー、一体何をしようかな。おいおい、逃げるかな。オーケー、オーケー。さて、ドイツにしようか。全部終わらせる。行くぜ。わかりました。よし、撃破。すげえ。どうだ、かっこよかっただろ。私のターン。私のターン。
俺の番だな。少し休んではどうだい。そうだな、まだ先は長いだろうし、ひとまずここで。ぬらぬら、どうしたんだぬらりん、そんなに慌てて。シェアクリスタルを見つけたぬら、一緒に来て確かめてほしいぬら。本当か。ちなみにデカさんはわかるか。今まで見たことのない大きさだったヌラ。よし、ならようやくデカブツを倒すことができるってもんだぜ。よかったですね、ウズメさん。けど、いいな。いいって、シェアクリスタルか。ウズメさんはシェアクリスタルがあればシェアエネルギーを補給することができますけど、私たちにはできないので。私たちにもシェアエネルギーがあればもっとウズメさんの力になってあげられるはずなんですが。気にすんなって、今でも十分助けてもらってるさ。俺個人としては女神化した3人が揃う姿を見てみたいけどね。おお、確かにそれって超かっこいいな。まるで特撮ヒーローものみたいでいいじゃねえか。ねえプッチ、ギアッチ、ものは試しだ。俺のシェアクリスタルを使ってみるか。それで女神ができたら苦労はしないよ。残念ながらこのクリスタルからじゃシェアは得られないかな。なら食ってみるか。食う？いやいやいや、シェアクリスタルなんて固くて食べれるわけないって。なら細かく砕いて粉末にするのはどうだ。プリンに混ぜれば美味しく食えるんじゃないか。それなら美味しく食べれるかも。反応するの、そこ。さすがにそれは無理があると思うぞ。ならさ、ウミオたちが頑張ってシェア出せないかな。仲間たちの力を借りて3人同時に女神化とか、アニメや特撮ヒーローみたいでかっこいいと思わない。うんうん、絶対思うでしょ。はあ、ねえプッチたちと一緒にかっこよく変身して戦ってみたいな。君が望むならできるかもね。え、それってどういう。それと口調が戻ってるよ。と、まあ無理なら無理でそれはしょうがないさ。とにかく今はシェアクリスタルを取りに行こうぜ。
奴らは何かを企んでいるのか。そろそろ回復した方がいいかもな。全部終わらせる。ふざけるな。そりゃ任せてください。なんで覚悟してください。やるじゃねえか。何しようかな。やって。ありがとな。これが全部終わらせる。邪魔だ。連れてきたヌラ。お前たちが見つけてくれたんだってな。ありがとな。あ、うずめさんヌラ。うずめさんが来たヌラ。待ってたヌラ。うずめさん。うずめさんにお礼言われたヌラ。嬉しいヌラ。おお、なんかスライムがたくさんいるよ。みんなフレンドリーに喋ってる。こんな光景見ちゃうと今後スライムと戦いづらくなっちゃうね。それで見つけたシェアクリスタルってのはどれだ。これヌラ、ここを見てほしいヌラ。おお、間違いねえ、シェアクリスタルだ。しかもこの大きさ。うずめ、これはいけるぞ。ああ、感じるぜ。こいつには相当な量のシェアが凝縮されてる。ありがとうな、みんな。これでやっとあのデカブツを倒すことができるぜ。ならば、この場で潰させてもらおうではないか。それともこのシェアクリスタルか。どっちでも構わねえよ。むしろこの展開願ったりだぜ。ここでデカブツをぶっ倒す。ネプチ、キアッチ、付き合ってもらうぜ。任せて。はい。おいデカブツ、てめえとの因縁も今日で終わりだ。てめえを倒すために編み出したこの技、早速だが試させてもらうぜ。おっと、そうはいかないな。な、そんなこんなことって、あ、もう
いい気味だな、小娘。誰だてめえ。そういえば、こうして貴様と会うのは初めてか。ならば教えてやろう。私の名はマジェコンヌ。ダーク女神と共に貴様とこの世界に終焉をもたらすものだ。マジェコンヌ？ほう、お前たちは私を知っているのか？知り合いか？いや、知り合いっていうか、因縁の相手にされることが多いっていうか。初めてのみんなのために説明しよう。私たちはマジェコンヌというボスキャラのおばさんとは、過去作やアニメでも嫌というほど何度も何度も戦っているんだよ。けど、またマザコングか。まさかとは思うけど、またラスボスや裏ボスじゃないよね。正直もう飽きたっていうか。お姉ちゃん、そんなメタで雑な解説はちょっと。でも、私たちの世界のマジェコンヌは滅びたはずだし、もう一つの世界では多分、改心しているはず。となると、この人、私たちが知っているマジェコンヌとは違うのかも。そのクリスタルで何かを企んでいたようだが、残念だったね。さあ、ダーク女神よ、小娘どもを皆殺しにしてやりな。余裕があるのか。ならばダークパープルよ、遠慮はするな。徹底的にやってやるのだ。あ、助けて。くそ、フィールドを展開するだけの力があれば、俺にもっと力があればあいつを倒せるのに。せめてあいつに勝てなくてもネプッチたちだけは。おい、ネプッチ、ギアッチ、ヌラリンたちを連れて逃げろ。な、何言ってるのさ、ウズメ。あいつの狙いは俺だ。その隙にヌラリンたちを連れてここから逃げるんだ。やだよ、ウズメを見捨てて逃げれないってば。元はといえば、これは俺とあいつの喧嘩だ。ネプッチたちには関係ないんだ。関係ないことに巻き込んで死なせるわけにはいかねえんだよ。死なせたくないのはこっちもだよ。それにもう友達なんだから、関係なくなんかないんだから。私もお姉ちゃんと同じです。まだ会って数日ですけど、友達を見捨てることなんてできません。おいおい、お前らのその言い方じゃ、まるで俺がやられちまうようじゃねえか。だってそのつもりでしょ。シェアクリスタルが壊されて絶対やけになってる顔してるもん。ま、そんな顔してるんじゃなおさら置いてけないよ。けど、もう俺たちにはこの場をひっくり返すほどのシェアクリスタルがないんだぞ。作戦は失敗なんだ。大丈夫、二人ともまだ作戦は終わってないよ。シェアクリスタルなんてなくても大丈夫。お姉ちゃん、それってどういう。嘘、これシェアエネルギー。なんだか力が溢れる。どういうことだ。まさか。もうダメヌラ、おしまいヌラ。諦めちゃダメヌラ。ウズメならきっとなんとかしてくれるヌラ。
そうさ、これまでだって何とかしてくれたじゃない。それに今日は仲間だって二人いるんだ。お前らなのか。そっか、スライムたちの思いがシェアエネルギーとして流れ込んできているんだね。多分そういうこと。なんだと。けどスライムたちモンスターだぞ。そんなこと今まで。細かい理屈や設定なんてこの際どうだっていいよ。まだ私たちが戦えることに変わりはないんだからさ。行くよネプギア。やることは一つだ。ぬらりん、お前らの思い使わせてもらうぜ。変身。からのシェアリングフィールド展開。シェアリングフィールド何が起きたんだ。この空間すごい。力が次々と溢れてくる。作戦大成功。空間に取り込めたよ。包み込むと聞いてたけど、まさか空間を丸々一つ作り出す。シェアエネルギーの力だ。シェアエネルギーを媒体に娘の能力で形成した亜空間さ。娘の能力。しかし、なんだこの空間は。なぜだ、なぜ力が入らんのだ。おばちゃんはおとなしくそこで見学しててよね。これから娘たちがあんたご自慢のデカブツをやっつけちゃうんだから。さあ始めるよ。最初で最後の本気の喧嘩をさ。教えてリンス。
やるしかないんですね。クロスコンビネーション、全力でいきます。 UTBA ターゲットロック、終焉を受け入れろ。娘の番だね。私たちあいつに勝ったの。やったやった、私たちデカボツに勝ったんだ。本当ありがとう、ありがとね、ネプッチ、キアッチ。礼には及ばないわ。でもまだ終わってないわ。まだマジェコーノが残っているでしょ。あのおばちゃんポット出すぎてすっかり忘れてたよ。まさかダーク女神が負けるとは。さてさて、どうしようかな。やはりここは捕まえて情報を聞き出すべきではないかしら。私を捕まえるだと？今の貴様らに何ができる。まずはこっちが上なんだよね。ならば尺だが、ここは一度引かせてもらうか。逃げる気？次に会う時まで残された時間をせいぜい楽しむことだな。なあ！逃げられちゃったね。そうみたいね。向こうから引いてくれて、こちらも助かったわ。もうボロボロでクタクタだよ。私一歩も歩けない。私も当分は戦いとかしたくないかも。
ったね。けど惜しいな。惜しいってマシェコンヌを逃がしたこと？ううん、ボロボロでクタクタでお腹ペコペコな今なら冷たいジュースでもあれば最高だろうなって思って。じゃあ拠点に帰ったらみんなで乾杯しよう。って言っても当分は動けそうにないけど。よっしゃー！やば！急に大声を上げたりしてどうしたんですか？やったぜ！やっとやっとあのデカブツを倒したんだ！そりゃ叫ばずにはいられねえだろ！気持ちはわかる。しかし耳元で叫ばれる身にもなってほしいな。魚なのに耳があるんだ。どこだ？これもネプッチとギアッチがいてくれたおかげだ。改めて礼を言わせてくれ。ありがとう。礼ばっかだな俺。はあ、ダメだ。俺もう一歩も動けねえ。てか待ってらんねえぜ。ならば今くらいは休むといい。君はよく頑張ってくれ。